心理学的に言うとこれはデッドゾーンというような状況にあたります。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画見ていただきましてありがとうございます。最近ですね、動画を見ていただいている皆さんからもうたくさん質問をいただいております。残念ながらですね、コメント欄でお返しするということが今はできません。そんな皆さんにですね、私ども神戸メンタルサービスっていうのはプロカウンセラーは80名、ボランティアのカウンセラーだけでも240名ほどいる日本で一番大きなカウンセリング提供団体ですので、もしよければ私ども概要欄の方に、書いておきますので、プロカウンセラーも初回無料サービスって言って、初回45分間電話でタダでカウンセリングを受けれます。またボランティアカウンセラーはボランティアですから、タダで1回45分のカウンセリングをいっぱい受けれますので、そこで相談して、見てください。よろしくお願いいたします。そして今日取り上げたいカウンセリングの事案は、まあご質問事案はこういうことなんですね。まあ夫婦で10年目、お子さんも2人いらっしゃいましてですね、どちらかというとまあパパとママみたいな関係になっちゃいましたと。そしてとてもまあ平和なんですけれども、奥様的にはもうちょっと昔のような情熱やロマンスがあってもいいんじゃないのっていうご相談なんです。でこれはですね、日本人ではものすごく多い案件なんですよね。とても良い夫婦、まあパパとママなんだけど、男と女っていうのはどうかなっていうことです。で心理学的に言うとこれはですね、デッドゾーンというような状況にあたります。以前ですね、動画でご紹介したように、男女関係はまずロマンスからスタートします。出会ってなんて可愛い彼女なんだ、なんてかっこいいダーリンなんだって、本当に情熱的に2人は大好きになって燃え上がりますよね。そしてその段階からお付き合いが1年1年半、絆ができ始めるようになると、それまではできなかった喧嘩だって、言いたいことを言って別れるのが怖いから、ただひたすら我慢して飲み込んでおくという関係から、ようやく喧嘩ができるような関係になり、喧嘩もしたし、お互いに言いたいことも言った、そして安定期には入るんです。でこれがですね、デッドゾーンというそうなんですけど、だいたい3年以上からまあ10年ぐらいになると、ほとんどのカップルがデッドゾーン、かりそめの平和期。これを言うとやつは切れるなとか、これは我慢しときましょうというふうに、お互いがお互いを思いやっているといえばいいんですけれども、リスクが犯せないような状況になっておりますから、すごく安定的で平和な関係なんですが、問題は情熱がないっていうことです。ロマンスっていうものがない。でここではですね、まあこんな感じまあいっかって感じ、まあそれなりにちゃんと稼いでくれる旦那だしとか、同性のカップルであれば私のことを愛してくれているしって感じ。ところがですね、ここではこの先に行くために皆さんに感情のリスクを取っていただきたいっていうお願いをよくします。このままどん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 先細りしてしまうカップルっていうのはとてもたくさんいるわけですけれども、感情のリスクっていうのはどういうことかっていうと、皆さんがですね、ご夫婦もしくはカップルが長く付き合うと、マンネリになる時に双方が双方を見切ったみたいな感じになっちゃうんですよね。でもそれはあなたがこの人はこういう人なんだって決めつけているということでもあるんです。ところがですね、人間っていうものは
決めつけられるとそのようにしてしまう傾向が強くなるんですね。例えばどんないい人であったとしても違う人格のちょっと怒りんぼだったり悪い側面があったりするんですけれども、人間っていうのは全く変わらなかったらロマンス、それは3年で飽きてしまいます。ところがですね、じゃあロマンスはもう3年しかないのかというと、それはそういうわけではないんですね。あなたが変化をしなければということが前提条件になります。そして変化をするためにはあなたのパートナーっていうものを違う目で見てあげる必要があります。一番初めに君はすごく真面目なタイプだったんだけど、3年後には知的なタイプになり、さらに3年経つと超セクシーなタイプになり、そして今はワイルドなタイプになっちゃった。僕は一人の女性しか付き合ってないんだけれども、まるで4人の彼女を持ったようだっていうように、多面性というものは人よりは絶対あるんですね。そして多くの人っていうのは自分の一つの人格にも実は退屈をしているわけです。だからご夫婦もしくはカップルでいろんな内面的な感情のお話をしてほしいわけです。もっとあなたを愛したいのよとか、もっと君を愛したいんだけれども、僕に一体何ができるかな、私に一体何ができるだろう。その中で多くの日本人はいやもう十分十分もういいよっていう人が圧倒的に多いんですね。それはなぜかっていうと、君もしなくていいよ、でも僕もしなくていいだろう、だって今うまくいってるじゃんっていうことです。確かにそうです。でもどこかちょっと付き合いが長くなると退屈してしまいませんか。そうするとキョロキョロ、なんかねっていうのが起こります。そして皆さんがその感情のリスクっていうものをちょっと奥様や彼女、ダーリンや彼にコミュニケーションすることができたら、なんか最近さ2人の関係がマンネリじゃない、もうちょっとあなたを愛し合えるために何か私ができることはないかな、あなたにこんなことをしてもらいたい、そういうコミュニケーションができる日本人のカップルっていうのはものすごく少ないんですね。でもほとんどはそんな時に我慢の限界が来て大喧嘩みたいな形になることが多いです。それは多くの場合、そんなに君がそんなにあなたが我慢してたなんか知らなかった、だって双方がこう思ってるんですよ、この関係が成り立ってるのは私が我慢してるからよ、何言ってるんだよ、この関係性が成り立ってるのは俺が我慢してるからなんだ。もし勇気があるなら一度お話ししてみてください。ほとんどの日本人のカップル、うまくいってるカップルほどそう思ってます。そしてまさか自分がパートナーにそんなに我慢させてるなんて思ってる人はほとんどいらっしゃらないんですね。だって何も言わないから、ただ単にうまくいってるだろうとしか思わないからです。もし皆さんがねえねえねえ悪気はないんだけど、私があなたに我慢させてることってなんかないって聞いてみてください。いっぱい出てきます。それは家事とか育児のこと、セックスのこといっぱいです。そして皆さんは何かそれはしたくないなっていう、そのためにこの我慢は私が僕がするっていうふうに思ってらっしゃるとしたら、その結婚生活ってまるで我慢大会のようにはなりませんか。もしあなたもあなたのパートナーも我慢をしたくなければ、残念ながらほとんどの長くお付き合いしているカップルには
慢性的に我慢する問題があると言っても構いません。それを言いやすくできるようなあなたである、それが2人にとって本当に新しい関係でロマンスを長続きしていく大きな理由になるようですよ。勇気を持って聞いてみましょう。何かあなたに我慢してさせてることはない？ほとんどがこう言います。ないわよそんなこと。嘘です。何度も聞いてあげてください。だったら一つぐらいっていうところから数珠つなぎのようにいっぱい出てきますけれども、そのあなたのパートナーがあなたにしてきた我慢は愛の証なんですよ。でも我慢を愛と置き換えるっていうことはどうかな。もう一度あなたのパートナーがあなたのそばで我慢はしてほしくないですもんね。今日あなたがさらなるいい関係を作るためにパートナーから我慢をなくすチャレンジをしてみましょうね。今日の話お役に立てましたか？もしよかったらグッドボタンよろしくお願いしますね。そしてチャンネル登録がまだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね、9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分、費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。